ちらは先ほどの雪氷の皆さんですね。中国の、一部と今現在になっておりますけども、チベット、そして北インドの方にもね、かなりのチベット人が住んでるんですよね、今ね。そうですね、北インドのダラムサラーとかマグロールドガンジとか、過去に行った時にはもうほとんど周りが、チベットの方ということで、で皆さんチベットの方ってタシダレってこんにちはっておっしゃるんですけど、はい、それ以外がですね、もう本当お顔が日本人と非常に似てらっしゃるんで、僕もないと取れないその佐渡の空気感というかですね、歴史というのがありますよね、佐渡島はね、ものすごくナチュラルに吸い上げられていて、ぜひそこも味わっていただきたいなと思います、はい、続きましてコンペティション部門から作品雪氷です。監督はペマ・セテンさん、出演はジンパさん、ジョン・ズチーさん、チェテンタシさんです。本年5月に、休成されましたチベット人監督ペマ・セテンさんの、最後の作品の一つということなんですね。そうですね、舞台は白い氷が生息するチベットの山村、はい、若いチベット僧と氷との交流を、ファンタジー的な、設定の中に描いて人間と動物の共生の可能性を問うという作品です。僕もチベット昔行ったことがあるんで、はい、自然が素晴らしいですよね。そうですね、